オスの感じだね。はいはい。あなたは犬や猫を飼っていますか、あるいはお好きでしょうか。はいはい、東京高島平団地に地域猫創造というのがありました。地域猫という名前は野良猫に対して地域で飼って面倒を見ようじゃないかと、トラブルもみんなで考えようというところから一段昇格して名付けられた名前です。ところが犬好き猫好きの人ばっかりじゃありません。犬については狂犬病予防法があって観察をつけなきゃいけない、それから必ず紐でくくんなさいとあります。猫は全く自由なんですね。しかしながら繁殖期になると、あるいは餌をもらってうるさいとか、それから糞尿あちこちでします。そのトラブルをめぐった事件でした。私人権110番の方で持ち込まれたことから取り組んだものです。猫好きな人嫌いな人、それが動物病院の医者も、それから警察をも巻き込んで大変なトラブルになりました。どのように解決をしたか、何が問題だったか、どうすればいいかということを一緒にちょっと考えてみましょう。東京にはたくさんの団地があります。その有名な大変な高層団地が高島平という団地です。そこには電車も通っています。さてそこで餌をやる人たちと、それから餌をもらった猫がどん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 繁殖をして、それを今度飼う人、つまり野良猫ですけどもうるさいと言って餌をやる人と喧嘩トラブルになった。それに対して猫についてだけお話を絞りますとね、オス猫は去勢をする、それからメス猫の方は不妊手術をするということなんです。ところが野良猫を捕まえるのは非常に難しい。それで檻を仕掛ける、檻を仕掛けるためにはどうするかというと、お医者さん獣医さんから薬をもらって餌の中に混ぜたりカゴの中に入れて眠らせるわけです。それを捕まえて病院に連れてきます。それもね、安楽死させる人もいるし、あるいは去勢手術をさせる。ところが野良猫も大きくなったり、それから子猫で小さいのは今度カラスがつついて食べたり殺したりこうするわけです。とその死骸がまた散乱して汚いうるさいうるさいと言って、もう本当に猫をめぐるトラブルが人間同士のトラブルになるわけですね。でこの人間同士がその動物の飼い方、餌のやり方、避妊をめぐってトラブルになったのが高島平団地の猫でした。これはテレビ局がこの問題を取り上げた。そうすると、つまり賛成派と反対派があって、動物をどのように飼うかということですね。これについて動物愛護法とか、今は2、3年前にできた法律ですが、動物愛護管理法という法律があります。これに対して猫を虐待したり、それから怪我病気をしているのにほったらかしてちゃんと治療してやらないことも虐待になると、ちょうどまあ人間の子供、学校にあるいは親が子供の病気なのに虐待をするとかということと考えてください。動物も人間も同じだという考え方からいけばですね、動物虐待はこれは犯罪だということで罰則もついたんです。で犬猫についてはそれをほったらかしてた場合どうなるかというと、区役所保健所がですねずっと連れて行って回収して、丸1日から3日間ぐらい置いていると、最終的には炭酸ガスを注入していわゆる窒息死させます。とこれが虐殺だと、これ殺処分、殺す処分と言って、これが残酷だということになるわけね。そのあり方をめぐっても市民運動が起こったりというように、カンカンガクガク、ワンワンキャンキャンの世界になってました。さてそのお医者さんが動物を集めて、そして連れて行って避妊手術をさせるという人たちに薬をあげたら、これが薬剤法、薬剤師の薬のを勝手に販売したとかうんぬんということで、これも違反になった。それが東京光が丘にある動物病院です。現在もあります、立派なお医者さんです。でそれがそこにこの警察が手を入れた。なんで手を入れたかというと、猫を虐待する、猫のを殺すような薬をやって、それを市民がもらって餌の中に混ぜて捕まえてやるのはけしからんと言って、これが反対運動で猫創造になって高島平警察を巻き込んだんです。で訴えました、今の動物虐待だということでね。と警察が乗り込んだんです。
でその段階から私の方人権110番に相談がありました。でそういうトラブルは簡単には解決つかない。まあこれは半分ジョークですけど、猫の問題をなんで犬のおまわりさんが解決ができるんですか。これ半分ジョークだけど本当の話ですね。警察官の中にも犬の嫌いな人、それからいやこれは道徳の問題であると同時に警察の事件ではない、結論で言うと警察が関与すべき問題ではありませんでした。逮捕者こそできなかった、出なかったけれどもガサ入れといって家宅捜索まで出たんです。これをテレビ局が放送しました。そうすると放送されたことによって一方の方はドーンと悪者になる、一方の方は、何かでいいことをした。猫はですね本当に、餌をもらえない、それから連れて行かれる、ちょっと飼い手がいないんですよ。野良猫ですから5年10年もう12、3年もなってよろよろした人がですねもらって飼い猫になってくれる人はいないと、それを今度安楽死という問題が出てきます。でお医者さんに連れて行くと医者も喜んでするわけじゃないが、これ仕方がないのね。そうすると里親漬けというけど、そういう形で、仲介をした本当に動物が好きだけど、最後はやはりこれは殺処分、つまり保健所に殺させるよりは自分たちでお医者さんのところに連れて行こうと、でお医者さんのところで死なせるか、死んだわけですね。とそれを今度は猫殺しとしてですね告発をした。これは裁判になった、損害賠償請求になったというようにてんやわんやで、もう本当の話がこれだけでもテレビ局は3回も放送したぐらいで、大変なことになりました。どうぞお願いします。どうもありがとうございます。君たち猫飼ってる？好き、猫好きか？近所に猫いない。じゃあ猫のことのお話なんだ。ちょっと読んでくれる？君たち猫飼ってる？うん、好きか猫は。猫飼ってないよ。飼ってないか。今日のビラ巻きをされていかがですか。初めてビラ巻きとしてました。まあやはり慣れないしね。まああれだから、まあただ皆さんの協力があったから。あのなんかね、ビラの内容について、ね、いきなり、まあ、当時あの関係者が来たけども、あの人は何て人だったの。私がやはりもう相当被害を受けてるわけで、それでは裁判でもね、こっちは全面勝訴になって、ね、裁判官の方も呆れてましたからね。そういうのがまだ警察がね、まあ、どのような聴取したかそれは分かりません。来たのは知ってるって言った、聴取したいって言ってましたからね。もうそれじゃまあ何しろ話にならないね。損害賠償も含めてもっと言われてましたね。あんなことだったらこっちだってね、今までねどうせああいう人はあってにしたと思って遠慮してたけど、ここまで来たらやっていきますこの件に限らずですが、動物をめぐるトラブルは個人間または小さなグループ間のトラブルなんです。とどうやって解決するか、どういうなるかというとね、これは必ず行政役所を巻き込みます。で話し合いの場としてですね、地域猫をどうするか、餌を禁止するのか、と餌のやり場をまず決めます。公園なら公園の中でも餌のやり場を決めて、そして餌をやる人は必ず片付けますね。そうしないと食い荒らした後、犬でも猫でも自分の後始末はしませんから、と人間が始末をする、それが責任、地域で飼って地域で責任を持つ、その役割分担を行政が入ることとお医者さんが入ることによって3社4社がね、半年1年かけてやります。これが非常にうまくいっているケースが横浜の方はうまくいっていますけれども、この高島平団地猫の場合は事件化したことによってわーっと騒がれて公になったが、そこから自分たちでは解決ができなかったですね。で私の方も入って両者を集めてするという形までならなかった。一つはやっぱり裁判をやりました。訴えたのがその、猫殺しのおばさんと言われた人がやっぱり名誉毀損だって言って訴えました。これも、まあ、弁護士に30万円払って、そして猫殺しだといった噂をしたり、マスコミに訴えた人たちを訴えて、最終的にこれも損害賠償を請求するほどではないと、しかし仲良くしなさいということで、これまあ判決は出たけども請求権はない、その代わり訴えられた方はやっぱり訴えたことがおかしいということで和解にはならなかった。
一方でテレビ局の場合は放送しません、ごめんなさい、今後はしませんということで終わった。それらが契機となって地域ではあの行政が入って長い間長い間つまり文句をね言わせるんです。これはあの人権110番に限らずですが、トラブル家族というのでも同じですが、文句は思いっきりやっぱ言わせた方がいいですね。誰かがこの案にしなさいとか和解案を出してもダメです。思いっきりもう人格の誹謗と物を投げたり暴力を振るうということを除いて、一つの場で何度も何度もやるうちにだんだん問題点が整理されます。そこに行政が適当に入る。で保健所に入って連れていくと猫犬は殺処分、つまりアウシュビッツみたいにガスで窒息死させるんだよと、それ以外ないだったら安易に飼わないように、あるいは飼うなら最後まで見るようにということ、ルールをだんだん自分たちで決めてきました。これは横浜の場合はね、お医者さんが中心になって行政とで一年がかりで今非常にうまくいってる。それらをマスコミや地域の人たちをうまく交流を取ることによってやりました。高島平団地の場合はトラブルがトラブルになったけど、それを参考にしながら他のところでは他山の石として自分たちにプラスになる材料になったというふうに私は思っています。